どうも高井です。天才の真実について話したいんですけど、才能とは遺伝子と生まれた環境で9割決まるって話です。つまりは親自身の、どんな教育してかっていうことよりも生まれた環境ですか、時代ごとに変わっちゃいますよね。今では携帯電話とかザラにあったりじゃ、 iPhone スマートフォンっていうのがザラにあるから、それをいじって、IT のね知識が親よりも豊富になるっていうのは子供の今の特性だと思いますし、それでも昔という環境で育った親という意味では、要するにパソコンなんてほとんど使ったことないから IT に知識が乏しいしってなっちゃうんだけど、だからそういう意味では今の子の方が IQ っていう知性は高いっていう話なんですよ。どん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 便利になっていくけど、それを扱える技術も自然と幼少期に身につくから、親よりも子供の IQ は高いと言えるわけなんですけど、では才能というものは、じゃあその子たちの才能が学校から見て高いのでその子の努力、その平均値から見て低いのであればその子の努力不足なのかっていうと、そうではなくって、ここに実験データが載ってるんですけど、ちょっと読みますね。教え方や先生によって学力が変わるって話で、良い学校に通い教え方の上手い先生に出会うことで子供はやる気を出し賢くなっていくだろう。親であれば当然のように期待することでしょう。教育の実験では一卵性双生児、二卵性双生児のペアにそれぞれ文法中心の授業、会話中心の授業を受けてもらい、文法と会話のテストを行いました。その結果、文法中心の授業を受けてきた兄弟は文法テストの成績が良く、会話中心の授業を受けてきた兄弟は会話テストの成績が良いという当然のものでした。遺伝的に同じ一卵性双生児の教え方によって成績が変化したのです。また一卵性双生児の方が二卵性双生児よりも成績の類似度は高く、遺伝の影響が見られました。さらに一卵性双生児のペアでは興味深いのは、遺伝的に言語性知性知能の高いペアは文法中心の授業を受けた方が成績が良く、遺伝的に言語性知能の低いペアは成績の類似度が低かったり、会話の中心の授業を受けた方が成績が良いケースが多かったということです。つまり誰にとっても良い教え方というのはあるのではなく、異なる遺伝的な素質が異なる環境に出会うことであって異なる結果を導き出すと言えます。おそらく一人一人に適した教え方があるのだと思われます。一方、こうした教育環境の影響はどうやら一過性のようです。この実験では終了してから2ヶ月後に再度テストしてみました。すると教え方の違いは消えてなくなり、遺伝の影響だけは残っていました。ということで、結局は生まれた環境が現代であり、親自身が私には何の才能ないと思っていても、もしかしたら新しい環境を作ってあげることによって子供のね、あなた自身には気づいたかったセンスを子供が発言するって可能性があるわけです。そういう意味でもこういう本もそうだし、こう幼児教育に関する本、こういう本も読んだって考えてみるとね、もしかして子供の才能を開花することになるかもしれませんよ。チャンネル登録お願いします。この辺りにあるボタンを押して